なんか室井柚月氏がスイフェミとのバトルで珍しく正論を言い放ったみたい。室井氏は以前このチャンネルでも取り上げたツイフェミとのバトルをあれからずっと続けているようで、そのフェミとのやりとりの中でいろいろと疑問を抱いているようなんだよ。では室井氏とツイフェミのバトルを見てみてよ。北原みのり、フェミの発言をあらゆる方法で貶め、デマもヘイトも厭わず誹謗中傷を焚きつける人々、ミソジニーに右も左もないので厄介だとも思う。不正義が何であるかを考えもせず正義振りかざすなと若いフェミを叱る大人のみっともなさもたくさん目にして胸が痛い。それでも目の前の声、目の前の事実から出発してるフェミニストは強いんだな、というかどんどん強くなっていくんだなと心強い。バックラッシュはいつの時代もどこの国にもある。私たちの声が強くなればなるほど、だからきっと諦めなくていいんです。室井柚月、うわぁ。この人たち、フェミって言葉、自分たちの鎧のように使ってるよ。きちんとした定義から言えば、私だってフェミだ。でもって、この人たちの言動が、ジェンダー問題解決の妨げになっているように思う。この人たちがやりたいことは、集団リンチで織田を上げること。フェミというのを隠れ蓑にして、その行為がフェミを貶めることになるんだって。私が今、それはちょっと違うんじゃないかって言ってること、本当はみんなも少しそう思ってたんじゃないかな。相手がかなり面倒くさい人たちだから言えなかっただけで。あと、誤解されている方もおりますが、私は野党側がこれからもジェンダー問題にがっつり取り組んでいくべきだと思っています。もちろん私はそれを応援していきます。野党側だけでなく与党側もこの問題にがっつり取り組むのなら、そのことは応援します。室井柚月、あの言葉が私への侮辱になるかどうか弁護士へ確認済みです。そして仁藤さんの発言は置いといても、あなたの私への発言はごまかさないでください。ごまかされませんよ。私はあの発言で傷つきましたが、もしかしてそれで傷つくのは間違っているのかと再度考えて弁護士に読んでもらいました。間違いではありませんでした。ま、弁護士云々はあまり関係ないのですがね、私の痛みははっきりしているのですから。石川由美、あの言葉をはっきり言えない事情があるのでしょうか。わかりました。弁護士さんが入られるのですね。では弁護士さんからのご連絡をお待ちしております。室井柚月、呆然。それはあなたに考えてもらいたかったからです。そして相談したのは頭に血が昇って誤読してないかです。あの言葉で傷ついたのに自分で言いたいわけないじゃないですか。大丈夫ですか？あなた方は一体何と戦っているのですか？室井柚月氏のツイフェミへの疑問、あなた方は一体何と戦っているのですか？ゆるパンダもわからない。やはりこのバトル、今年中には終わりそうにないね。とにかく今後もお互いの主張をとことんぶつけ合い、お互いが納得できる結論を出してください。みんなでしっかりと見守っていますので、